体重が505g。こんなもんですか。はい、はい、で、頭アクシデント、これ どういうふうに頭をぶつけたの。あの隣の部屋に勝手に逃げ込んじゃって、うん、それ真っ暗だったんでパニックになって、多分壁に自分から激突しに行ったのかな。なんかすごい音がして、あ、そういうこと、痙攣してて、そういうことね。でも、はい、わかりました。順番にしてもできますね。今まで特に病歴はない、ないですか。3歳過ぎてるんですよね。はい、はい、じゃあ顔から見ていきますね。うん、なんかすごい、うん、なんか中耳炎の割には瞳孔が開いてますね。開いてます、うん、いつもこんな感じなんだけど、いつもこんな感じ。この子これ見えます。うん、こんな感じじゃないのかな。結構なんか割とさ、細い細いっていうか縦長に細いのが瞳孔なんだけど、結構、いや、でも多分細長くはないと思います、いつも。あ、そうなの。うん、こんな感じですよね、今、うん、普通はこんな感じなんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、へー、脳震盪でこうなったとかいう感じ。いや、そういうことがあると右と左にさ、大きさが違ってきたりする、うん、あ、変わってます、うん、いや、右も左も同じ感じ。あ、同じなの。同じ感じ、はい、いつも大きさは一緒なんですよ。それから白目、ここの眼球結膜ね、うん、これ白いのが正常ですけど、まあどっちも白いから正常ですね、うん、かこのこっちに顔向けて、足テーブルにつけてる、ね、いやいや、理由、うん、顔見ても顔色わかんないから、歯茎の色、うん、あ、白いとダメなんですよね。そうなんですよ、ちょっと色良くないね。あ、良くないですか、うん、こういう歯茎の色、赤みがかったピンク色がいい、ちょっと色が悪い。で、あと歯の色ね、うん、上は黄色いじゃないですか、うん、下が黄色くないよね、これ。本当だ、あ、下も、あの根っこの方は白くていいんだけど、真ん中から上は黄色くないといけないんだけど、うん、黄色くない下が。それは何ですか。これは栄養のバランスが悪い。だからアクシデントがあったからとかそういうことではない。何が足らないとか、ね、何だろう。それは分からない。チムシ。あ、チムシ。よく食べます、チムシ。あんま食べないんですよね、この子。いいやつ開けてもどんな。チムシを食べないといけないね。はい、次。はい、ね、いい話いいよ。この若さ話とね。歩き方とかは普通に歩いてる。はい。あのアクシデントの後、もう全然普通に歩いてます。最初は結構ふらついてたんですけど、もう今はふらついてた、ふらついてでも今は普通に走り回って、走り回ってます。でも結構な音したから、うん、衝撃はだけどさ、ピョン、そんな硬いとこは壁にポンとぶつかったから、後でちょっと調子してみますね。はい、皮膚病になる子が多いんですよ。あ、こういうとこちょっと赤いでしょ。本当だ、なんで。これはね、測定皮膚炎って言って、この子の飼ってるとこの床は、床材は何、あの、金網。金網だから、ついてたこれ今つけたのは保湿剤とティーツリーオイルっていうやつなんだけど、うん、ちょっとこれをつけさせてもらいます。はい、体全体にもつけさせてもらいます。はい、ウェットブラッシングだ、気につけていいんですね。うん、はい、軽くブラッシング、ちょっとだけブラッシングします、うん、
じゃあね、その箱でちょっと来る。一回それでちょっとお話をしたいことがあるので戻します。戻します。一回戻します。すいません。でちょっと。そしたらね、ちょっと受け付けで。あ、どうぞどうぞ。すいません。あ、ここでいいよ。あ、ここでいい？うん。あ、落ちないように。置いていい。